19世紀の哲学は哲学史的に考察した場合、19世紀は様々な新たな思想が誕生して発展し、現代思想の原点となった時期である。デカルトに始まる大陸合理論とロックに始まるイギリス経験論の対立は、カントによって統合されたが、これを克服戦としたドイツ関連論において一つの臨界点に達し、生の哲学、マルクス主義、 精神分析学などが様々な潮流が誕生、発達し、時代を逆行して、カントに戻れをスローガンとして掲げる新カント派も、ドイツのアカデミズム哲学では一大潮流となる。イギリスでは、ヘーゲル学派の台頭により、経験論が一時衰退したが、産業革命を背景に、利主義という新たな予想意で復権し、また、アメリカ合衆国という新たな地で、 プラグマティズムとして結実した。これらの思想的潮流の社会的背景としては、フランス革命とその後のナポレオン戦争や民主主義のイデオロギーが広く普及したことや、資本主義、学問的背景として、諸科学の発達に伴う学問分野の分散化が加速したことや、キリスト教教義やニュートン力学などのドグマに対する批判的検討の潮流が影響を及ぼしていることも、 感化することはできない。日本においても幕末の動乱から明治維新という大きな変革の時期にあり、思想史的にもこの時期に大転換を遂げる。ドイツ関連論とその周辺の人物。カント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルカントの批判哲学及びそれに対する夜行日の批判に刺激され、神。 または絶対者と呼ばれる関連的原理の自己展開として世界及び人間を捉えることをその特徴とする。哲学者、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルのほかラインホルト、ヘルダーリン、ゾルガー、神学者、フリードリヒ・シュライアマハーがドイツ関連論の主要な論者とみなされる。他にゲーテやシュレーゲル兄弟などの文学界との交流もこの時期は盛んに行われていた。 19世紀は歴史の世紀とされ、ランケが創始した歴史学は新しい学問として発展し、広まっていった。しかしながら自然科学と異なり、これに対地される歴史学、法学、経済学などの精神科学は不明瞭な学問として学説が乱立し、意見の一致を見ることができなかった。そのような時代において、フリードリヒ・ニーチェは先駆的な論文、 生意に対する歴史の功罪において、歴史主義の克服を初めて説いた人物である。彼にとって、歴史学は、純粋科学たる数学とはその本質が異なり、歴史学が科学としての客観性を偽証するときに、すべての価値は、その無限の歴史の流れの中に投げ出されて破壊され、永遠の絶望と懐疑をもたらすがゆえに、歴史学は学問であることを止め、生に従属されなければならないとした。 そこでは、自然主義に立つ科学と生がそれぞれ自立した領域であるべきであるという問題意識が当時目覚ましい発展を遂げつつあった歴史学を批判する形で示されたのである。ニーチェは生の哲学の先駆者とされる。キルケゴールなどのしばしば匿名で書かれた文学的なエッセイとして現れていたが、宣伝をつけたビルヘルムディルタイは生について、 歴史の流れの中にある客観的精神体であり、哲学の出発点をなすべき基本的事実であるとした上で、自然科学と精神科学を区別し、歴史的認識を半径とする、精神科学の認識論的特質は体験、表現、理解の連関に基づいているとした。この連関は、性の自己解釈であり、歴史はこの個々の自己解釈のあらゆる客観化の相対であるとされ、 歴史主義に哲学的な基礎が与えられたのである。19世紀は後に科学の世紀と呼ばれるほどの自然科学の発達した時代であり、ケーモレ・スコット、ジェイ・フォークとルートビヒ・ビューヒ・ナーラは自然科学的な知のみを体系化することによって哲学は不要になると主張するようになった。ヘーゲル・サハ、ルートビヒ・ホイエルバフ派へてマルクス主義が成立する。その出発点は ヘーゲルの歴史哲学にある。マルクスとエンゲルスはヘーゲルが関連の発展過程と捉えた歴史を唯物論的に転倒させ、物質の発展過程と見て、自然と人、対立する力と力が矛盾を克服し、新たな運動となって発展する事物の相対こそが世界なのであり、このような弁証法的な歴史の発展法則に従い、 資本主義は転覆し階級なき社会が到来すると主張した。ジークムント・フロイトはヘルム・ホルツに代表される機械論的な生理学、唯物論的な科学観を背景に一般開業医として治療経験を重ねるうちにヒステリー患者が無意識に封印した内容を改装し言語化して表出することができれば症状は消失するとし、この治療法を精神分析と名付けた。 19世紀半ば、オットー・リープマンがその著書、カントとそのアリューで発した、カントに帰れという標語をきっかけに、カント理論が復権し始め、新カント派が成立する。その後、ビルヘルム・ビンデル・バントにより、西南ドイツ学派が創始されると、歴史主義に哲学的基礎を与えたディルタイがその領域によって、自然科学と精神科学を区別したことをビンデル・バントは批判し、 自然科学は法則定律的であるのに対し、精神科学は個性技術的であると特徴付け、自然科学と精神科学は領域による違いではなく、方法による違いによって区別されるとして、精神科学に自然科学と異なる学問としての独自性を主張した。ハインヒリッカートは、精神科学に変わる概念として、文化科学という概念を立て、 これを体系化しただけでなく、相対主義を克服した価値哲学の構想を立てた。最初に産業革命に成功し、世界の工場として発達したイギリスでは、早くから諸個人間の利益、または個人と社会の利益等いかに調和させるかが問題となっていた。この問題を解決するために生まれた道徳理論が必要となった。そこで発生したテーゼこそ、 最大多数の最大幸福であり、それを実現するために生まれた哲学が、功利主義である。プラグマティズムの思想家たち、パース、ジェームズ、デューイ、ミード・プラグマティズムは、アメリカ合衆国で、シカゴ大学を中心に展開した。1870年代初めに、チャールズ・サンダース・パースが、刑事上学クラブと呼ばれた若手哲学者サークルで発表したことに始まる。 プラグマティズムはそれ自身でも、ウィリアム・ジェームズ、ジョン・デューイラによって発展してきたが、他方では、分析哲学の源流でもある。そのことはパウスが、記号論の創始者の一人としても評価されていることや、モリス、クワインといった、分析哲学者たちが、ネオ・プラグマティストとも呼ばれていることからも、伺い知ることができる。18世紀に、元織ノリ,リナガによって完成された国学をより、 実践的な学風へと転換した平田篤谷や藤田有国、東古、親子らによって当初の儒学的傾向から強烈な尊皇思想へとシフトした水戸学などは幕末の尊皇上位思想の形成に一役買った。撮影戦争や馬関戦争から上位の非現実性が明らかになった一方で尊皇思想はより一層強化され国学の地位は日本における民族主義。 あるいは、教育直後、国体思想、広告士官などの基礎として存在し続けた。一方で、開国によって、徳川幕府や各班から多数の留学生が派遣された。彼らの多くは、外国語や西洋の科学、技術や政治、経済のシステムなどを主に吸収したが、一部は西洋哲学に出会い、帰国後は、その研究や発表、 言論活動などで活躍する。その中でも、最も有名かつ影響力が強かったのが、福沢幸吉と中江町民である。福沢は主に、ジョン・スチュアート・ミルの功利主義の影響を強く受けていたと、言われ、中江は、ジャン・ジャックル・ソーの社会契約論を翻訳したことで知られる。また、フィロソフィーを、哲学と訳した青州、西洋哲学と仏教との一致を目指した。 井上遠梁などがこの時代のキーパーソンとして挙げられる。もっとも歴史主義という言葉は当時まだなかった。ニーチェは当時の歴史を尊重する時代風潮を命取りの歴史熱病と称した。ありがとうございます。